ソルフェリノは、フランス、ヌーベルイコールアキテーヌ地域圏、ランド圏のコミューン。コミューンは、ランドの森の中及び、ランドで、ガス購入地域圏自然公園内にある。ベズ川ガンの支流である、クラスト川は、コミューン内に水源がある。ソルフェリノの誕生は新しい。1853年、ナポレオン三世は8000ヘクタールの未開拓地を、購入し、 低質量とした1863年、現在の村は、コミューンの中心として整備された。1859年、モンド・マルサンを本拠地とする連隊の活躍が際立った、ソルフェリーノの戦いの勝利を記念して、コミューンは洗礼を授けられた。1863年、ナポレオン3世の意志によって、コミューンが正式に創設された。 その名前は1859年にフランス軍がオーストリア軍に勝利したソルフェリーノの戦いに敬意を表している。戦いで勇敢に活躍した第34不評連隊のランド出身者たちと第17砲兵連隊に栄誉が与えられた。コミューンとなる以前のソルフェリーノは1857年に作られた面積8000ヘクタールの低質量であった。領地は 皇帝自身の資金で近隣の7カ所のコミューン、コマンサック、エスクルス、ラブエール、リュエ、モルサンクス、サーブル、オネスエラーリーから購入した土地から構成されていた。事業は、ランド圏の提出農場と呼ばれていた。その公式の目的は、ランドでガス購入の衛生と栽培に関する1857年6月19日法令の精神にのっとり、 複数の農業方法を試すことだった。この土地買収は、ボルドー・バイオヌガンの鉄道路線が、1852年からオートランド地方を通過するという彼の望みにも、従っていた。皇帝は、土地の管理をアンリ・クルーゼに委託した。クルーゼは、橋梁河川、森林技師で、すでにランド県水力サービスの技師であり、ペレール兄弟が経営する、 ミディ鉄道会社の主任儀士であった。この新しい提出料の中央に38件の住宅が建てられ、そのうち28件は農業従事者を住まわせるためで、残りはナポレオン賛成によって任命された管理者に提供された。住宅はサントジェニー教会に通じる通りに並び、教会そのものは被災官と役場に囲まれていた。 1863年にコミューンのソルフェリノが正式に誕生した。農業従事者たちは無料で住宅に住むことができ、ドメーヌでの75日間の労働と引き換えに土地の区画が対応され、10年後にはその土地の所有者になることができた。クルーゼにはドメーヌ内の内陸の区画を買い足す責任が課され、彼は家畜の飼育、海岸省の植樹、 衛星、井戸の掘削、樹木の伐採といった実験的任務を格納場に委託した。1873年のナポレオン三世法漁後、ドメーヌは未亡人となった元皇后、ウジェニーのものとなった。元皇后は1920年に死去した。アンリシュネデールの未亡人ルイーズが1910年にドメーヌのオーナーとなった。ルイーズは旧コミューン庁舎内に 皇帝を記念する小さな博物館を作ることにした。2017年時点のコミューンの人口は324人で、2012年当時の人口より4.99%減少した参照元1962年から1999年までは、複数コミューンに住所登録をするものの重複分を除いたもの。それ以降は、当該コミューンの人口統計によるもの。 1999年まで、イヘス、カシニー、2006年以降は NSEE。ありがとうございます。